これからのファッションをサステナブルへ。今、サステナブルファッションが求められています。それは環境に配慮したファッションへの取り組み。ファッションには個々を彩り、毎日を豊かにし、自分を表現する楽しみがあります。その一方で、ファッション産業が与える大きな環境負荷は世界的な問題となっています。大量生産、大量消費、大量廃棄という現代の社会システムがこの問題を引き起こしているのです。日本においても供給量の増大と価格低下により大量消費が進行しています。その中であまり着用されずに手放される服も多くあるようです。そしてそれが大量廃棄へとつながっているのが現状です。このままでは取り返しのつかないダメージを環境に与えてしまう恐れがあります。ファッションのあり方をサステナブルなものにするために、私たちができることを考えていきませんか。企業が製造工程を透明化することや、消費者が古着回収に協力することも取り組みの一つです。企業が踏み出せば消費者も踏み出す。消費者が動けば企業も動く。きっと未来は変えられます。